局のブロードウェイラジオ。どうも、私ヨーロッパ企画で俳優をやっております長野宗則です。そして藤谷理子です。 KBS 京都 RNC ラジオ CBC ラジオお聞きの皆様、今週もよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、このブロードウェイラジオ5月ですね、あの作家さん7名の方に8案のラジオドラマの企画を提案していただきまして、はい、そしてリスナーさんに投票していただくラジオドラマコンペ、ラジコンやっておりまして、はい、本日、その投票開票いたしまして、投票結果を発表したいと思っております。はい、はい、たくさんの、投票ね、メールとツイッター、でご協力してくださった皆様、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、早速です、発表します。まず、今回参加してもらった作家陣の作品、を紹介しますね。まず中川春樹、これヨーロッパ企画のメンバーです。名古屋道、そして、松尾弘樹、彼はこのブロードウェイラジオのスタッフでございますけども、ゲーマー親子、そしてブレイキン小林、フリーター転職者、そして、中田歩、音だけミステリー、そして佐古光晴、ドラマは現場で始まるんじゃない会議で始まるんだというヨーロッパ企画のバックステージもの、そして甲斐淳平の向かいでバズった中川、そして大俊智弘の純潔、そして旅館 SF ものという2作を大俊くんが出してくれました。以上8案だったんですけども、それではリコさんの方からまず3位から、はい、はい、発表してもらいましょう。します。37票獲得されました、中田歩先生の音だけミステリー。はい、こちらね、あのコメントとかなんかありました？ありました、はい、うん、コメントね、結構メールでの投票が中田先生、うん、多くてですね、はい、あの、うん、切望されている方が多かったんです。はい、こんにちは、楽しい企画ありがとうございます。中田歩さん、音だけミステリーに投票します。中川さん、さすがと思う熱いプレゼン&その後のアピール、この熱量で書く恋かっこであろう名古屋のお話も気になりますが、ミステリーが好きなので、うん、ラジオを聞いて考えるのやってみたいということで、はい、中田さんに投票します。なるほど。だとか、うん、もう私的大ヒット作品の知らぬ間に作る日本昔話の中田さんにかなり期待をしております。はい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 、ということで、はい、ちょっとね、中川さん意識したね文面も気になるところでしたけども、大体みんなさん意識されてますね、うん、みんな顔色を伺う文面になっているということで、はい、はい、3位でございました。はい、じゃあ中田さん、中田先生がね、今日スタジオにお越しになってるので一言いただきましょうかね。お願いします。うん、はい、いや、ありがとうございます。3位で、中田先生、はいはい、1位じゃなかったですけど、そんな1位をね、やっぱりね、目指して、そうですね、はい、はい、それはちょっと残念ですけど、はい、そんだけ、うん、あのいろんな人に温かい言葉をもらえたので、はい、満足です。はい、ファンがね、いらっしゃるんですよ。いや、ありがたいです、ありがとうございます。はい、はい、じゃ中田さんの新作もいつか、はい、この番組でもね、はい、お披露目できるようによろしくお願いします。その時は、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ第2位の発表いきましょう。はい、第2位は68票獲得されました、うん、松尾弘樹監督じゃない、松尾弘樹さんでゲーマー親子です。はい、なんかコメントありましたか？ありました、うん、この松尾先生もですね、うん、あのすごくあのメール投票が多くて、うん、なんとメール投票では1だったぐらい、はいはいはい、はい、多かったんですけれども、うん、ゲーマー親子に投票しますと、うん、ヨーロッパ企画×ゲーム×ラジオドラマ、うん、これは楽しそう、個人的にはピコピコしたゲームミュージックが聴けると嬉しいです、うん、なんて声が来ておりました。なるほどね、うん、みんな想像が膨らんでいたんでしょうね。いや、いい題材でしたよ。松尾くんも今スタジオにいるので、ちょっと一言コメントいただきましょう。はい、あ、松尾です、どうも。そうですね、結構いろいろ票をたくさんいただいたみたいで、すごいありがたいです。ありがとうございます。あ、随分、うん、さっぱりとした簡潔でしたね。はい、昨晩この投票結果が出た時は相当悔しがっておられたということですけどもね。はい、私は悔しがっているお顔を拝見しましたよ。はいはいはい、結構、うん、悔しがってました。結構ですか？うん、結構、あ、一晩寝てちょっとすっきりしたんでしょうかね。そうですかね。はい、では、はい、気になる、はい、1位の発表でございます。はい、
第1位ぶっちぎりですね、はい、89票獲得されました中川春樹先生の名古屋道。わーい、いや圧勝ですね。圧勝ですね。ここまで差をつけて語れると、はいはい、もう誰もグーの音が出ない。そうですね、もう納得の堂々の1位ということでしょうね、はい、堂々の1位です。コメントとか読んでいただいてもよろしいでしょうか。もちろんです、うん、名古屋道たくさん来てるんでね、はい、あの以前のラジオドラマにて中川さんの幕下ってるような名古屋演説にすっかり圧倒されました、はい、これがまたもし聞けるようになったら怖いけれどやっぱり聞き入ってしまうような気がします、うん、名古屋地域行進協会の思うツボなのでしょうか。恐る恐るですが1票入れさせていただきます。そんなね、はい、メンタル結構弱ってる状態で投票してくださってありがとうございます、うん、ありがとうございます、はい、ビビってるんですねだいぶね、うん、演説の迫力に、うん、中川さんが1位になりますようにと、うん、スマホの待ち受けを中川さんの写真に変えましたという人もいますね、うん、すごいですね。大人気です。三輪明宏さんのね壁紙とかね黄色っぽいやつ、黄色っぽいやつ、ああいう人の存在になったんですかね。なったの中川さんは確かに、あの厄除け効果はありそうですね。厄除け効果がね、すごいですね中川さんと、はい、どんどん何かすごい独特のその存在感をね発揮されてきてますけども、ね、とりあえずじゃあ4位から8位の発表もしときましょう、はい、しましょうか、はい、うん、これも投票数も言っちゃっていいですか。はい、はい、どうぞ言ってください、はい、では4位、はい、22票獲得されました、はい、迫光晴先生のドラマは現場で始まるんじゃない会議室で始まるんだ。はい、はい、どんどんいきますね、はい、第5位甲斐淳平先生の向かいのバズる中川、はいはいはい、こちらが3票獲得されています、うん、はい、同じく3票で同点の同率5位が、うん、大俊先生の2案目、うん、旅館 SF ものですね、はい、こちら3票でした、はい、そして7位が、はい、小林哲也先生のフリーター転職もの、はい、こちら、うん、ブレギン小林2票でした、はいはい、そして8位が、はい、大俊先生の1案目ですね、はい、純潔、純潔ラブロマンスもの、はい、こちら、はい、あのゼロ票でした、はい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 、まあ、今日ねスタジオにブレイキン小林先生も来ていらっしゃるので、まあ、一言いただきましょう。こんにちは、はい、小林です。はい、はい、うん、いやいや、はい、ね、いやいや、ツイッターでね、うん、見れるじゃないですか、はい、あの投票の、ね、投票のやつがね、はい、あれと思って、はい、うん、来ねえなと、うん、あのそこからあんまり見ないようにしてて、うん、あ、そうですか、ツイッターをですか、あ、ツイッターのブロラジオを見ないようにしてて、うん、傷つくからね、傷つくから、うん、まあまあでも1票入ったから、うん、そうですね、よかったなと思います、はいはいはい、今回のレースね結構ね、ま、松中川っていうレースがあって、うん、そして真ん中で、中田佐古っていうレースがあって、ああなるほど、うん、で最下層で甲斐ブレイキン大年っていう3つの団子で競ってて、なるほどなるほどなるほど、面白いレースが始まってんなと思ってたんですけども、あ、でブレーキは分かりますよ、はい、グダグダだったんでプレゼンが、はい、いや、まあグダ、あのね、うん、ちょっとねやっぱ、うん、ここはね言わしてほしいんですよ、うん、僕グダグダだったんじゃないですよ、何でしょうか、はい、最低限のフォーマットで、うんうん、でプレゼンをしたってこと、うん、はいはい、だからそれは、うん、それはあのだから皆さんで中身を作ってね、はいはい、俺 は骨を用意する、うん、箱を用意した、箱、うん、みんなの好きなものを入れてくれて、どっち骨箱どっちどっちごめん、うん、箱を用意して箱を用意して、はい、はい、具はもうおのおのでそれぞれの作家さんのアイデアで、はい、ことだったんですね。そうですね、いや悔しがってたのはね大俊先生ですよ、結構真面目にプレゼンしたんですよ、2案も出して、うん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 、でゼロ票取ってたんで、はい、なんでブレーキに負けたんだっていうような、そうなんです、うん、まあ、ドンマイってことでね強気のコメントありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます、はい、といったわけでね、ざーっとー細かく投票結果発表しましたけども、やっぱりここで登場していただきたい方がおられます、スタジオに来ておられます中川春樹大先生です、どうぞ。どうも、ヨーロッパ企画の中川春樹です、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、おめでとうございます。まあ、率直なその今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、はい、まあ競ってるというね、はい、松くんと競ってたっていう、まあ、誰と競ってるかは言わなかったんですけど、長尾さんから連絡あったじゃないですか、はいはい、今割と、うん、競ってるんで、うん、もう一度ちょっと宣伝、うん、皆さんやってくださいと全員に連絡しましたよね、うん、それで
まあ、結果その結果僕勝ったっていう感じなんですよね多分ね。あーまあね、まあみんなその、うん、まあね、そのツイッターとかでアピールしてたんで、はい、まあ、同じ条件ではありましたけども、うんうん、はい、でもまあ、家族票とかね、はい、そういうのがメール、はい、松国は、うん、やっぱ非常に家族が応援してるってのは聞いてますんで、はい、家族からのメールが多かったんじゃないですか、うん、そういうのもやっぱあちょっと、まあ、僕ら見た感じではちょっと分かんなかったですけど、そうですか、うん、やっぱうちの親は高齢なんでメールできないから、はい、あそうなんですか、やっぱ家族の応援はないですよね。そうなんですか、家族のバックアップはなかった、バックアップはない完全に、はい、もう純粋にもうアイデア勝負でいったという、アイデア勝負、そしてあの、うん、やっぱり上田がコメントしてたでしょ、はい、前回前々回でしたっけ、ね、全部の、ね、作品で、うん、僕がその気に入らないことがあると腹を蹴るっていう、はいはいはい、腹蹴っちゃんの話で、まあ、もちろん聞きましたよ、腹蹴っちゃんね、腹蹴っちゃん、はい、だからやっぱ僕に投票しないと腹蹴られるんじゃないかっていう恐怖心もやっぱ上田くんが植え付けてくれて、まあ、それでいろんな要素があって今回僕がと、はい、なるほどなるほど、光栄でございます、ありがとうございます、そうか、みんな支えられた、はい、やっぱりね、でもねこういうのはちゃんと準備大事ですよ、いやその箱だけ用意するなんてのはありえない、具が欲しいんだからみんな、そうですよ、ぐそうでしょ、うん、面白くですか、そうですね、うん、僕はやっぱちゃんとプレゼン用紙も用意してね、今日はちゃんとスーツで挑んでるわけだから、はい、そういうね、その姿勢、そうなんです、大事ですね、大事だと思います、見習ってほしい、そうなんです、先輩の背中を見てほしい、これが、うん、王様の姿ですか、はい、ええ、うん、ちょっとあの松尾に刺されるんじゃないかっていうドキドキしてる感じはありますけども、あ、ええ、うん、まあまあ頑張ってやりたいと思います、はい、はい、そしてですね、はい、まあもう晴れてこっから3ヶ月名古屋道の方やっていくんですけども、まあなんかまあこれやることでまだ展望みたいなね、うん、展望、そうなんですよ、やっぱちょっとね、言っても僕高校までしか名古屋にいなくて、はい、それは名古屋詳しくないんで、で、まあ、ある時東中野のね、あのブックオフにちょっと、まあ、ブックオフ好きなんで、ブックオフパッと言ったら、なんか名古屋関係の本がね 5,6 冊ね、100円の棚にあったんですよ、はい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 、で、あ、これはいいやと思ってね、4冊ほど購入しまして、今名古屋について一生懸命勉強してるっていうところでございます。ツイッターによるともうあれですよね、はい、これ投票結果分かる前にもうこれ知れてますよね、もうそうなんです、もう勝つもんだと思ってましたから、なるほど、この気持ちも大事ですね、そうです、それはもちろんそうですよ、はい、ね、もうちゃんと投資してすごいありがたかったですね、だからその東中野のブックオフで誰かが名古屋について見切りをつけたっていう、そうなんですよね、そういう行為、ね、ううやっぱだと思うんですけども、やっぱ後押しがあったなっていう感じ、ま、バトンですよね、それバトン、そうです、そうですか、これから3ヶ月、まあ、全部で14話、うん、はい、作っていただく感じになります、そうですね、うん、まあ、ちょっと一応こんな感じで、おーシートがこれですよ、はい、もう、枚数枚数もびっちり A4 勝ってもやっぱりまだ気を抜かないんですよ、先生は、すごいですね、まあまあ基本は以前やった、はい、その12月にやっただね、2本分その名古屋に関してのやつやりましたけど、うん、それをベースにして、はい、宮崎に住む長野のもとに、世界総名古屋化計画を旗印に掲げる名古屋地域新国名の中川がやってくると世界総名古屋化計画、そうです、世界ですか、はい、もう進んでおります、もう日本一の街名古屋の良いところを紹介していく、うん、プロパガンダラジオドラマであるとプロパガンダラジオ、ラジオはそういう姿でしたからね、はい、本来、本来、はい、うわこれ第一次大戦で、以前の長野さんからもその、はいはい、第1話、まあ、前回まあ2話やってて、はいはい、そこでまあエビフライに関してと、まあ、三英傑ね、はいはい、秀吉、信長、家康、まあ、それ取り上げてるんで、まあ、それちょっとなしで、ね、うん、またあの流れでやれたらいいんじゃないかと、はい、いうことで、フォーマットは、まあ、フォーマットは、まあ、あの長野さんの家に、僕がやってくるという、うん、喧嘩さんにやってくるということで、はい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 、考えております、はい、まあ、今後の展開っていうのは、うん、長野が喫茶店に行ったら、はい、あの僕がいて、うん、まあ、モーニングについてとか名古屋グルメについて語るとか、はいはい、まあ、長野が結婚式に行ったらそこに僕がいて、うん、中の結婚式文化、その引き出物の話とかね、はい、重ければ重いほどいいですから、 あとね、やっぱリコちゃんもやっぱ登場させたいなって思ってるんで、なんで、まあ、まあ、僕のライバルでありゆくゆく長野の恋人となる京都の女役でね、はいはいはい、出てもらえたらなと、ライバル登場やっぱありますよね、はいはいはい、京都各地域のやつがやっぱ出てくるんじゃないかなと思ってます、なるほどね、はい、でこの番組としてはまあその14話やりますけども、うん、はい、まあ、14話の中でできればその名古屋のタレントさんとか、おアナウンサーさん、はい、で僕はやっぱ鉄崎美希人さんとか戸井康成さんとか、はい、まあ、小堀和弘さん、こういったね、これは名古屋のご当地の、はい、そうですね、ご当地の、僕はすごい見てたミックスパイくださいってね、 CBC でやってたね番組のね、はいはい、出てた方、はいはい、まあ、こういった方々にやっぱちょっとどうしても出ていただきたいな、なるほど、できれば14話中にねそれが叶ったらいいなと思ってます、はいはいはい、あとまあ CBC で公開収録、はい、やっぱイベントをやりたいなっていうね、はい、名古屋で、はい、で
まあその後ですけどね、そこでやっぱり握られて、はい、CBC で番組を持ちたい、はい、名古屋で番組を持ちたいんですよ僕。まあこれでやっぱ人気が出て、はい、中川長野リコでダガネをリメイクっていう、うん、ダガネ、ダガネは知ってますねもちろん。え、あだよねだよね、あれはダガネダガネっていう、あれもね、ご当地でありましたよね、はい、それこそこの鉄崎さんと鳥さん、鉄様と鳥ちゃんがね、はい、歌ってたんですけど、まあこれリメイクして CD 発売、はいはいはい、でまあやっぱりその名古屋出身のアーティストいっぱいいますから、うんうん、名古屋トリビュートアルバムっていうのをちょっと企画してまして、はい、ええ、なんかこぞってその名古屋のアーティストが参加するということで、はい、SK48 が、うん、大声名古屋モンド、大声名古屋モンド、大声ダイヤモンド、曲は大声名古屋モンド、はい、スキマスイッチが全力名古屋、あやっぱ名古屋の方って、ええ、名古屋をやっぱ常に愛してるんですね。そうそう、松平健が名古屋サンバ、ね、やっぱそういう感じで、まあ、曲もできるんで、はい、うん、あとなんかミュージカルがちょっと熱あるんですね、うん、お二人今ミュージカルですね。あ、名古屋道をミュージカル化、はい、曲ができたらもうミュージカルできますから、はいはい、そしてやっぱ名古屋道をドラマ化、映画化、ザムービー、ザムービーもちろん、そして毎年年末はスペシャルドラマを放送して日本の風物詩にっていう、うわ、一応希望キャストも考えています。はい、中川役は舘ひろしさん、うん、はい、で長野役はい、玉木宏さんというかね、寺田心君っていうのもちょっと考えたんですけども、子役さんにやらせるんですか。いやでもお芝居も大人ですから、そうですね、まあ、サイズだけ寺田心君かなと思って、長野さんは、はい、まあ、寺田心君、まあ、まあでも玉木宏さん、うん、で藤谷ニコちゃんは、まあ、安田美沙子さん、なるほど、京都出身という細木和子さんというのもありますけども、まあ、安田美沙子さんかなっていうで、まあ、こんだけやっぱ名古屋をこうやっていくと、まあ、僕らやっぱ名古屋のタレントになっていきますから、どうしたって、どうしたって、はい、まあ、改名っていうのもあるかなって思って、まあ、僕は中川春樹は名古屋春樹に、中野宗則は愛知宗則に、で藤谷莉子は尾張莉子にちょっと改名っていう、こんなこともまあね、未来あるかもしれないぞっていう、なるほどなるほど、はい、考えております。うわ、これはちょっと、この投票結果、我々の人生までも名前までも、はい、まあ、それぐらいやっぱいろいろね考えてみんな投票してくれますから、はいはい、考えてましたがね、ここまでのことを皆さんは。では想像を呼ばなかったですね。心の一票でしたから。そうです、まあ、この番組はね、京都を拠点にするヨーロッパ企画やってるラジオ番組なんですけども、名古屋しか見てないんで。そうなんですよね、名古屋しか見てないです。もう名古屋をやります、ブロードウェイラジオ。そうです、名古屋の番組です、これは。名古屋をもうプッシュします。それはもうしょうがないです、そうなります。はい、わかりました。はい、僕これ今ずっと冗談で言ってますから、いいえ、目がやばいですお叱りのメールとかやめていただきたいなっていうのはちょっと思ってますよ。まあ、これね、やっぱ CBC のね、でも流れてますので、はい、CBC の、ラジオスタッフ関係者の方のやっぱ心に刺さってるんじゃないかなと、うん、刺さってほしいなと思います。刺さってほしいなともちろん思ってます。そこがきっと足がかりになるんじゃないかなと、この夢のね、はい、ね、2ステップ目にね、はい、うん、ただいや本当にこういうのよくやる、よくこういうことをやるじゃない、やるんですよ、はい、そうするとね、本当に狂ってんじゃないかみたいな、はいはいはい、本気なんじゃないかって思われることが、うん、ちょっと怖い、うんうん、あ、そうですか。それだけ冗談だぞっていうのは言っといていいですか、うん、一応目がマジなんで、ちょっとそれはあまり冗談なんですよねこれね世界総名古屋会計画とか考えてないんで、考えてないんですか。考えてないです、冗談です、うん、本当ですか。ちょっと自分でも熱がありすぎてちょっと怖くなっちゃったんで、自分で今震えてる状態なんて。そうですね、震えてます、うん、はい、ぐらい恐ろしい、はい、ちょっといろいろ言い過ぎたなっていう、プレゼンシートがね、そうですよね、ご用意されました。ちょっと筆が乗ってしまったんで、はい、はい、うん、これに賛同してくれる方、応援してくれる方がこれから増えるかもしれない。そうですね、これとりあえず3ヶ月やります、はい、ラジオドラマ、はい、もしかしたらシーズン2もあるかもしれません。おら、ね、やりましょう、うんうん、ね、シーズン2があって映像化っていうね、うん、いや無限にネタはありますからな、これ。そういうことです、はい、大丈夫です、はいはい、じゃ中川春樹先生、はい、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでね、ラジオドラマのコーナー、今月、うん、西荻麦さんのラジオドラマをやってるんですけども、名古屋についての、いや違うんです、すいません、名古屋は一斉に名古屋麦さん、名古屋違います、西荻に染まれてるんですけど、西荻なんですか。あ、なるほど、はい、のラジオドラマ最終話となっております。頭上と足元、それでは開演いたします。この度は突然のご訪問お許しください。我が英国は隣国でありながら国交が断絶された帰国と、なんとか友好的な関係を築きたいと考えております。こちら我が英国が誇ります金塊でございます。お気に召しませんでしたでしょうか。小粒でありながら、その輝きと価値は無限大と謳っております。
他国への輸出量も年々右肩上がりでございます。申し訳ございません。次回は別のものを献上させていただきます。前置きはこの辺にしておきます。単刀直入に申し上げますが、貴国との友好関係を結ぶにあたり、いくつかご相談がございます。この世界には様々なところに境界線が引かれております。それは私たちの目には見えない線ですが、私たちの心や生活にはきっちりと引かれている線です。つまり海にも空にも領域というものがございます。そこの線引きをきちんと貴国と対話していきたいのです。お互いに不平不満を抱かぬよう最大限尊重し合い、譲歩し合い、最終的に手を取り合える、そういう関係性に着地できればと思っております。つきましては貴国のご意見を賜りたく、代表して私が参上いたしました。また我が A 国の国王もぜひ B 国王との会談の場を改めて設けたいと申しておりました。いかがでございましょうか。忌憚のない率直なご意見をお聞かせ願います。対話の必要性はないということでしょうか。A 国王おられますか。 B 国より参りました使いの者でございます。突然の訪問で誠に申し訳ございませんが、どうか寛容なお心に免じて、ほんのわずかな時間でも私にいただきたい。貴国と我が国の国交は長く途絶えております。古くは貴国が我が国を孤立させようと策略したであるとか、我が国の振る舞いが貴国を恐怖に陥れただとか、先人からの言い伝えは誠に曖昧で、ひどく信憑性に欠けるものばかりです。無論互いの言い分はありましょうし、全てが虚言というわけではないと思われますが、それは所詮過去の話。大事なのは今を生きる我々なのではないかというのが我が B 国の見解でございます。平和の精神を掲げる貴国が策略など企てるはずがない。我が B 国もまた貴国を貶めようなどとは毛頭考えてはおりません。食糧難、不況、テロ問題、解決すべき問題は山積しております。今こそ友好関係を結ぶ時です。声が大きくなりました、失礼。しかしそれほどに我が国は貴国との交流を切望しております。こちらは我が B 国で採取されましたダイヤの原石です。どうかお納めください。受け入れてはいただけないのでしょうか。友好的な関係構築など考えてはおられないということでしょうか。英国王、ただいま戻りました。ご苦労。どうだ、 B 国王は対話の場を設けてくれそうか。いえ、それがまるでこちらの話に耳を傾けてくれず、のれんに腕押しとでも申しましょうか。私一人が弁を振るっている状況でした。何、我が国の金は渡したのか。は、それもまた無反応でして。気に入らなかったということか。わかりません。そもそもこちらの言葉が通じているのかも怪しいと思われます。言葉が、翻訳機は持って行ったのだろう。ええ、ですので通じてはいるはずなのですが。我が英国と友好関係を結ぶ意思はないということか。正直なところ、そう受け止めざるを得ない態度のように見受けられます。非常に残念だ。そういえば B 国の使いの者は来たのですか。いや、見ないな。ただ B 国をただいま戻りました。うむ、ご苦労であった。どうだ、 A 国王は我が国と友好関係を築くことを同意してくれたか。いえ、それがまるで私の話を聞いているようではありません。私が何を言ってもまるで返事をくださらない。相槌さえも聞こえてはきませんでした。何、ダイヤの原石は渡してきたのか。はい、ですがそちらにも無反応でございます。それは許せんな。そんな対応をされるとは非常に残念だ。そういえば A 国の使いの者は来たのですか。いや、まだ見ておらん。しかし A 国王は言いました。獣のような
地球全体が泣いてるような方向が頭上から降ってきて、突然大きな岩も落ちてきた。あれは何だったのだと。 B 国王もまた言いました。アリのようなテントウムシのような生き物が足元をうろつき金粉をまいていった。あれは何だったのだと。はい、おしまい。え、それでおしまい？そう、これでおしまい。じゃあ二つの国は仲良しになれなかったの？どうかな、それは今の私たちにかかってるんじゃないかな。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。はい、聞いていただきましたラジオドラマ西荻麦さんの作品でございました。タイトルが頭上と足元。キャストの紹介をいたします。 A 国民、淡々と小さな声で喋ってた国民ですね。その民が、西村直子、そして、その王様が、土佐和成、そして B 国民、すごくよく通る大きな声を出していた国民ですね、は諸岡晃平、京都を拠点に活動している俳優さんですね。そして、その国王が私長野宗則、そして、その物語の世界から離れて、絵本を読んでいた親、母親ですね、は坂本真紀さん、そして、その子供役が、藤谷理子でございました。西荻麦さん、ありがとうございました。ありがとうございました。令和一発目のラジオドラマ、ですね。これで、バトンは名古屋の方に、はい、引き継がれるということになります。はい、はい、ありがとうございました。西荻から名古屋、名古屋に行ってね、事務所を移せと思います。はい、といったわけでエンディングでございます。告知の方がございます。こちらですね、はい、中川春樹さんからお願いします。はい、あの名古屋じゃないですけども京都ですね。あ、京都ニューシネマというイベントを僕あのイベントプロデュース、名古屋ニューシネマにします。どうします、大丈夫ですか？いや、それもね、いいよね、シネマスコーレっていうね、いい劇場があってね、名古屋にね、まあ、どこにしたいんだけど、まあ、京都シネマで今回動いちゃってるんで、動いちゃってるんで、あの、京都の、市場から様にあります、京都シネマにて、ヨーロッパ企画の京都ニューシネマ、京都ニューシネマボリューム6というイベントがありまして、これが6月の15日から21日まで、ございます。まあ、名古屋さんももちろん登壇しますし、今ここにいる松尾くんとか、中田くんとか小林くんとか、まあ僕とか、リコちゃんは多分来れないのかな。でもまあまあなんかあのみんな登壇して、日々、いろんなイベントをやったり、新作上映会、映画ですね、いろいろ、ありますので、チケット発売中ですので、ぜひ来てください。ね、中川さんはこれプロデューサーで、プロデューサーで、ね、はい、動いておりますので、はい。はい、忙しい男ですよ、本当に。ありがとうございます。こっからね、名古屋道のドラマ書いて、プロデューサーをやって、そうなんですよ。すごいですから。このとこよろしくお願いします。はい、宛先お願いします。はい、いつでもお便りお待ちしております。宛先は全部小文字で、europe.broadway@gmail.com、europa.broadway@gmail.com です。聞き取れなかった方は、ヨーロッパ企画のホームページをご覧ください。はい、といったわけで、投票してくださった皆様、ありがとうございました。今後ともブロードウェイラジオよろしくお願いいたします。といったわけで今週はこれにてお開きということで、それではまた来週、さよなら、さよなら。